まず今日の試合を振り返ってお一人ずつ感想をお願いします。キャラから。はい、今日は、自分が1番と4番で負けてしまったことが本当に良くなかったんじゃないかなって思ってます。はい、自分は2番のシングルスに起用してもらって、そこで格上の選手に対してしっかり勝つことができて、でも結果チームが負けてしまったので、また次対戦するときは絶対に勝ちたいです。はい、私は今日初めての T リーグの出場だったんですけど、少し緊張したんですけど、はい、少しでも役に立てるように頑張ろうと思いました。今日の T リーグ、私は、今シーズンの T リーグシングルスで起用させてもらったのは初めてだったので、何としてでも勝とうとチームに貢献しようと頑張ったんですけど、相手もすごく強い選手だったので結果は負けたんですけど、皆さんにすごく応援していただいて、少しでも貢献できたかな。チームは負けてしまったんですけど、いい試合はできたかなと思いました。石川さんは初めての T リーグということで、この T リーグの雰囲気、あとチームの雰囲気というのはどうでしたか？はい、今日はすごいたくさんのお客さんもいて、少し緊張したんですけど、はい、そうですね、思い切ってプレーしようと思って頑張りました。お姉さんから声かけられたり、はい、メッセージあったりとかってありました？はい、始まる前と昨日、始まる前と今日終わった後もすぐ連絡メール来てたんですけど、はい、始まる前は頑張ってという言葉をもらいました。はい、ちょっと卓球ずぶしの毎日だと思うんですけど、オフの日とかリラックス方法それぞれあるのかな、ちょっと一人ずつ自分の休日の過ごし方とか、スポットの練習方法みたいなのがあれば教えていただきたいんですか？休みの時はずっと部屋とかにいてゴロンってしてます。長崎さん。はい、普段部屋と練習場の行き来しかしていなくて、全く外の空気をなんていうんだろう、吸わないので、休みの日は外出とか外の空気を吸って、なんていうんだろう、ちょっと一回普通になって普通の生活っていうか普通になって、それでまたもう一回頑張ろうって思うようにしてます。一緒に生活されてると思うんですけど、一緒に出かけたりとか。もし休みの日が同じ日に指定していれば一緒に行くこともありますけど、あんまり、はい、一緒の休みじゃなくて、はい、はい、私は買い物によく行きます。はい、どこに出かけるの？どこどこあ、でも大学が渋谷なので渋谷あたりによく行きます。お酒を飲むか海に行くか山に登るかクラブに行きます。はい。はい。では最後にまだ切り続きます。まあ自分で収容みたいな立場だと思うんですけど、これからの切りに向けてお一人ずつ意気込みをお願いします。はい、1月は明日で最後なんですけど、1月2月とまた試合がたくさん続くので、ファイナルに出場できるように、自分も勝ってチームも勝てたらいいなと思ってます。はい、
ファイナルに出場するためには2月の試合が本当に一つ一つ大切になってくると思うので、まず目の前の試合をしっかり勝って、チームみんなで勝って、それでまずファイナルに出場することを第一目標にして、その次はファイナルで絶対日本生命を倒すっていう目標にしたいです。はい、T リーグ後半戦に入って、そうですね、はい、去年ファイナルで負けているので、ファイナルで出場して、今年は優勝できるように、少しでもチームに貢献できるように頑張りたいと思います。残り後半戦に入って、上位2チームに入れるように、試合に出てる時も出てない時もチームに貢献できるように、また自分はチームの中で年上の方に入るので、みんなのお手本にもなれるように頑張りたいと思います。以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。